も皆さん、ポケカメです。ゴー、神崎みらです。今回何ですか、企画は。今回はいろんな界隈の闇をこの編集者たちが持ってきたので、はい、ちょっとそれをプレゼンテーションしようかなという。もう完全チクリです。ここやばいよっていうのをちょっと知らせて、はい、あー、はい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 、まあ、ちょっと意見だったりとか、おーおーおー、いろいろ突っ込んでもらえたらなっていう。あー、どう思ったかってこと、俺が。そうですね、はい、どの界隈から持ってきたんですか。一応まあ地下アイドル、あ、地下アイドル、歌い手、歌い手、配信者、配信者、うん、と、VTuber、 VTuber ね。私が、うん、あの、誰、しんちゃん、私が、はい、声直したけど、僕はね、メディア系の、あ、芸能ね、はい、芸能怖いよ、それ手いいとことダメなとこあるからね。こいつの名前は清水海。じゃあ一個一個教えてください。じゃあ行きますか、はい、じゃあまず僕が調べた地下アイドルと仮想歌い手の過度な交流による貢がせる行為が、うん、なるほど、今問題となってますね。問題なし、仕方ない、お金欲しいもん、みんなな。ダメなんだよね、ダメなんだ。一応今から言うの、まずまあ最近推し活文化みたいなのが流行ったと思うんですけど、はいはいはい、まあ、その中でね、あの歌い手、配信者、うん、まあ、アイドルにハマる中高生が増えてる増えたね状況となってます。リスさんにもいますよね。いや、僕のリスナーは多いっすよ。あ、大人の方も最近増えましたけど、やっぱ中高生多いっすよね。多いですよね、うん、まあ、お金は必要じゃないですか。イベント行ったりね、イベントとかいろいろあると思うんですけど、うん、はい、あの交通費とかも、まあ、めちゃめちゃかかるんですよ。まあまあならないね、はい、その中でオタクの皆さんはバイトしたり、社会人の人は仕事したり、うん、まあ、お小遣い貯めたりとして就活をやってると思うんですけども、うん、そうでない場合が最近増えてきています。はいはいはい、メンズ地下アイドルや歌い手、配信者による過度な色恋営業によって未成年の子がパパ活をしたり、いろいろ問題になっております。はい、歌い手界隈って大手、中堅、下層、地底があるんですよ。地底がある。地底、僕はこの3つじゃなくて地底があるなって僕は思って。というのは、僕も一応仮想歌い手の部類なんですけど、はいはい、ぜひ押してください。やめてください。仮想歌い手っていう人たちは、うん、まあ月にまあ1回から2回、多くて3回とかを現場やれる人がいて、うん、まあ普通の歌い手さんと、まあ、そんな変わらない感じではあるんですけども、はいはい、やっぱ仮想歌い手はですね、距離が近いんですよ。圧倒的に。お客さんはファンミーティングっていうのがあると思うんですけど、はい、仮想になるとまだファンミーティングじゃなくてチェキ交流会だったりとか、この距離で写真撮れたりとかするんですよ。それ自体は悪くないんですけど別に、うん、けどちょっとそれを利用して配信者が未成年に対して、未成年ちょろいから色恋営業かけて好きだよって言って、うん、さんペロペロして貢がせるとか。ペロペロしてんの。してでしょ。あのペロペロとかしてるやつらを僕は地底と呼んでます。あ、なるほどね。ペロペロしてるかしてないかで地底か過疎かが、はい、あ、まあ僕も地下アイドルのことを地底アイドルって言ったりするんですけど、うん、地下アイドルも地下じゃなくて地底がいます。なるほど、地底がいるんだ。必死なんだよみんな。あ、そうですよね、生きてたいんだよな、お仕事してな。なでも、うん、まあ、これマジで言うと、そこら辺のメスガキをまた開いてさ、金稼いでるのってさ、やっちゃいけないことじゃないですか。やっぱり、ね、やっぱり俺が相談してた腹立つなってのは、パパ活で自分でやっちゃいけないこと分かってやったのに、その後妊娠したら助けてくださいって都合いいなと思っちゃう。俺はすごいですよね。自分でもうそういう目に遭うかもしれないと思って言ってるわけでしょ。もう自業自得じゃないですか。そうですね、女の子たちも犯罪行為してるから警察行けないし、自分もどうしようもできないみたいな、親にバレるのも嫌だからみたいな、な子たちが多いと思うんですよ。そういう子たちを利用した地底、地底、その神崎が言う地底歌い手たちが、まあ、いるのも現状、まあ、仕方ない部類ではあると思うんだよね。これなんか、なんていうの、ホストだよね、本当に。そうですね、ホストですね。うん、まあ俺が昔さらしたやつだったら、チェキ取ってる時にベロチューしたやつもいればさ、おまんま触ってるやつもおれば、おまんまっていうの、おまんま、いや、おまんま、おまんま、いや、ちょっとピーしてな。うん、昔からいるんだよね。そうですね。で、それがちょっと今ネットに出るようになってヤバいよねって認知されただけであって、別に昔からいるんですよ、そういうことしてるやつらって。でパパ活もいるの、出てなかっただけなの、ネットが流行ってなかった。もう今もネットニュースが当たり前じゃん、ネットから何か得るのが当たり前じゃん、だからみんな認知するようになっただけで、多分6年前ぐらいからありましたよ、そういうの。全然、まあまあそうですね、話聞きますしね。だっておっぱこだって、そのお互い承認の上でおっぱこするのは別にいいけども、お金もらっておっぱこしてる人いたし、あ、ママ活か、だからそういたんです、ね、みんないるいる、全然いたから昔からありましたね。俺が編集しててムカつくのが、うん、上画面が生活していくことを生きてるやつじゃん。あ、いるね。いますね。いるね。いってないやつみたいな。いるいるいる。痛すぎて、うん。きついよね。そう、なんかそれに毎回毎回真摯に答えるのもイライラするじゃん。うん、わかるよ。だから昔からいた人たちです。
あそうなんですよね、うん、もうでもただ今目立ってるだけですガチで。あそんなもんよ。そういうやつらになんかあれして、うん、普通にちゃんと推してる中高生の人たちが悪く言われるの嫌ですよ。あーまあ一部がね悪目立ちして、まあそれもあると思いますけど、まあ俺は個人的にはもうね羨ましいよね。大人のお姉さんとチェキとかそれ取ってギューとかいいんでしょ。大人のお姉さんだったら全然いいじゃん。ねえね、大人のお姉さんがギューしたいとか言ったらそう、うん、ギュー、ギューな、うん、僕すぐやりますやります、持ち帰りますなあ別に天狗とかじゃないけど、うん、行くとこまで行くともうやらなくなりますよね。まあやれますね。やらないしもうなしだよねとかにやっぱなりますよね、うん、僕もやっぱチェキ会やってとか言われるけど、うん、なんか今もうそれやっちゃうと今さチェキ会ができない、できないですよね。まあみんなが通る道なのかなとは思います。まあでも過度にやりすぎないように、うん、芸能足立です。はい、アルチュー暴露系配信者って言われてるじゃないですか。一応言われてますね。本当相談系だと思って。相談系だった、はい、なんだけど、まあ、暴露する時もあるっちゃあるじゃん。はい、ありますね。で、最近地球端子の暴走が結構話題になってる、なってますね。あっちゃんとか、あとサッカー選手も、ああ日本代表の選手がみたいな、はいはいはい、あれもなんか事実無根でサッカー選手が今勝ちそうになってるらしいよね、裁判でね。そうそうそう。あとまあヒカキンさんとか、あなるね、はい、バタバタのやつです。大暴走してるのあるんですけど、なんで出してるんだろうって思ったときに、あのアンジャッシュの渡りしてます。知ってます。わかります。あの多目的トイレでしょ。そう、多目的トイレで女にオーフェラチをさせて、1万円だっけ？1万円でずっと不倫してたんで。まあ最近地上波には出てないですけど、ネット番組にはめっちゃ出るようになった。出てますね。うん、ノット。めっちゃ面白くて。ああね、なんかおもろくなってるよね、自虐ネタとかでね。それでなんか暴露してたんですけど、その番組で、渡部さんが暴露された。週刊文春の効果、60万部で、暴露で、プレビューもいつも100から、まあ、200万ぐらいだったのが8000万プレビュー、うわーF そういうの全部含めて売り上げ4億円やばー、渡部の記事でそう、4億円っす。でもそっち側回ろうかないやだからバグってくるでしょ、それぐらい、ね、暴露しただけでそれぐらい入ってくる。しかも害ないしね。とある配信者が言ってましたけど、契約しないでしょ。ああフリーね、そう、うん、あのフリーのカメラマンみたいな人に撮らせてやってるから、うん、記事は違う人かと、ついてきてあの芸能人をつけて撮った人は裁判で、やばいね。どう思います暴露系って言われてるじゃん。まあまあさらし系ね。ちょっともう世に出たものをまた拡散するとかネタにするとか自分でも暴露からするけども、まあそう今の話聞いたらバクっちゃうなと思っちゃう。例えばお金稼ぎだけに考えたらサッカー選手のやつとかもさ、松本さんのやつもさ、証拠はないじゃん確実な。確かに10年前のさお話があって、でも女性が言えなかったから言ったみたいな話はあるけども、だとしてもなんで今更なんだろうっていうのもあれば、そのタイミング的にやっぱ稼ぎたいとかやっぱあったのかなとかも思うし、ヒカキンに関しては記事読んだら分かるけど、週刊文春側もヒカキンが二股してないっていうのは分かってるのに記事にしてるからね、あれね。コルコルさんと週刊文春の違いっていうのが、コルコルさんでちゃんと証拠とかあるじゃないですか。そうですね。事実ではないことを言わないし、周りのこともちゃんと考えてお仕事されてるじゃないですか。週刊文春ってもう考えないじゃん、ほんともう何でもいいみたいな。コルコルさん一人だけど、週刊文春ってもう数百人とかさ、もう社員がいるわけでしょ。何でもかんでもやろうとしてるのは良くないですよね、普通に。どう分かる、犯罪じゃないのに、なんでだろうなぐらいの。犯罪絡んでないです。そうだって俺らから誰かが付き合ってるなんて言わないじゃん別に。だって男女が付き合うなんて自由なわけだってさ、浮気された彼女さんが相談して暴露したいですとかなら分かるんだけど、渡部の不倫とか良くないよ。多目的トイレをそういう風に使う場所じゃないし、被害者の人もいたし不倫してるしね。でもヒカキンに関してはじゃあ二股してたにしろ不倫ではないし、情報確認したら二股ではなかったっていう話じゃないですか。最近だったらサッカー選手のやつも蓋開けてみたらサッカー選手自立無根だみたいになってたし、松本さんのやつも、まあ、言ったことはキモいかもしれないけど、その当時のことなんて俺ら誰も分かんないじゃんよ。8年前な、言ったもん勝ちみたいな。だからポケ画面となんかちょっとすれ違った女性がポケ画面に体当たりされて怪我させられましたみたいなことをさ言ったらさ、怪我した証拠ありますなんて言われたらさ、え俺じゃないのにと、ここバーンなんか、そうそうなっても俺になるわけじゃん。文春とその活動者の違いは、うん、まあ、活動者って信用がないとダメじゃないですか、うん、だから証拠ないといけないけど、うん、あそこってもう金稼ぎだけだから、うん、まあ、信用あるない関係ないもんね。もう関係なしに話題性だけあればいいので、嘘
バーって出しても、それで盛り上がればお金稼げるし、売られても金あるしっていうね、やるね、無敵の状態になってるんですよね。まあ文春に助けられた人もいるかもしれないよ、記事の内容によっては。まあそうですね、 YouTuber、 そういじめ事件もそうじゃないですか。あれも文春が世に出したから広まったというかものもあるし、ちょっと最近はちょっと間違えてるよね。こいつの名前は清水海。 VTuber の闇ということで、はい、誰とは言いませんが VTuber と関わりのある方からの告発です。知ってる？俺 VTuber の闇一つなんで。え、 VTuber で 3D モデルってあるじゃん。ありますね。で 3D モデルで普通に手がこうなってる子は痩せてる子なんだけど、ちょっと手がこうやって浮いてる子ってあのデブらしい。モデルは痩せてるんだけど、うんうんうん、肉がさここにあるじゃん。だからこうなっちゃう、強制的に。だモデルの体はここなんだけど、現実の体はここにあるから手がずっとこうなってるらしい。で歩く時もずっとこう、おろこうなるらしい。人気 VTuber だからこう手がこう なんかこいつずっとこれだなと思った人はデブなんだなって。あ、なるほど。まあデブでもいいけどね。別になんかあれなんか VTuber のファンいる。 V ブタ、V ブタいる。ルッキズム反対。過去になんかあった人だ、推しが炎上して。まず一つ闇、うん、事務所の闇ですね、こちら。あーでもあるあるやん。はい、固定費は支払われるものの企業案件での報酬は、あーもう全部持ってくんだ。全部持っていかれちゃうってことですね。まあ、会社も利益得ないとダメだから。まあそれはそうですね。たまにいますよね、騙されたって言った VTuber の人たちもね。ちっちゃく契約書書いてあるんですか。そう、ちっちゃく、あのね、契約書ちゃんと見た、弁護士に渡してちゃんと見た方がいいですよ。そうですね。じゃあちっちゃくね、うん、ちっちゃくね、ちょっと1ですね。え、何言ってんの。ちっちゃくてエロいものないから。ちっちゃくてエロいものない。クリはい、次いきます。企業からの引退、引退後の2年間他企業や個人での VTuber 活動を禁止する約束の誓約書を書かされる。え、そりゃ厳しいね。だからもう引退したら2年間活動絶対しちゃダメっていう。そんなもう死ねって言ってるんだもんね。死ねって言う。だからさっきのこういう人たちは無理です。実写やんないといけなくなっちゃうから。やばいね。いや僕扱ったことありますよ、この炎上。まあ有名事務所ではないんだけども、プレイヤーは有名だったの、そのクリエイターは。で、ステッカーから来たメッセージが。なんか相談できますかって言われて、大丈夫ですよっつって、で、やったらこういう事務所の契約があって、もう借金もしてる状態だと。でも辞めたら2年間活動できなくて、どうしてもできないですみたいなのを言われて、どうすればいいですかって言われたの。アドバイスをいただきたいって言われたから、まあ僕だったら弁護士を通して事務所とちゃんとした和解する形で契約書を結び直すか、または今のうちに稼ぎまくって2年間生活できる貯金ができたらやめてやりますかねみたいな。お金はもらえてるんですかって、もらえてますって言ってたから、あ、じゃあそういうやり方でいいんじゃないっていうのは言ったけど、まあ実際いますよ、こういう会社はね。よく言うじゃん、事務所の人が伸ばすよ、プロデュースするよとか言うけど、結局自分の力伸びなかったら遠いですからね。だって事務所のやつら何一つ分かってない、何すればいいのか。そうですね、あもう大体分かってない。お金持ってるだけ。そう、お金持って、そうノウハウがあるだけで、そうそう、別に数でどう伸ばすのか分かってないし、分かってないから、うん、広告打てばいいんでしょ、オッケーみたいな、頭パッパラパラのやつらしかいないから。一瞬ローラーでそんなんで成り立つわけないじゃないですか。努力ですよ、こんだけ投稿頻度多くするかとかです。今見てるか巻いてる活動者どもてめえら、本当になあ、バイトして少しで寝とけば本当に。活動は次、はい、じゃあ次いきます。数年前に動画投稿のみの VTuber がいたんですが、実際はその動画はプロがプレイした動画であって、そこに VTuber の音声と映像を後付けした動画が。これあるんですよ、似たような話。ポケモン界隈で、ポケモン界隈で突如 VTuber が流行ってる時に、女の子で可愛くて声が、めちゃめちゃゲームが上手いみたいな、ポケモン強くて可愛くて最強やんみたいな、でガーってなったんだけど、実は中身違うポケモンのプロプレイヤーで VTuber 音声当ててただけっていう。しかもその VTuber 事務所に4人所属してたんだけど、その4人ともちゃんとゲームしてなかった。中身中身違ったの。え、それなんでバレたんですか逆に。これバレたのはプレイの仕方とかだね、プレイヤーの。ゲームしてる時ってやっぱ喋るじゃないですか。さあ、それが合ってないです、合ってないと思う。あと生放送とかで証明しろとかも言われてたから、そこでやっぱり、なるほどね、これ動画投稿のみなんで。とこまた、そうラスト一つあって、はい、V のモデルまで決まってたんですが、はい、対面の面接で、実物と V のモデルが違いすぎて落とされたっていう。どういうこと。だからもうブスがいたんでしょうね。ルッキズム反対。モデルも作って
で、いざ事務所と対面したら、うん、あ、ブスすぎん、無理っつって落とされた。絶対なんかエッチしようとしてですよね。絶対それキモすぎるな、その事務所はな。どこ行けよマジで、ね、よく聞くよ、近いだろ。そうだけどプロデューサーが食ってるところキモいだよ、うん、もうやってること、うん、しょうもない。まあ今聞いたら歌い会話よりキメえわ。そうですね、なんか歌いたい確かさっきの個人だったんですけど、そうこれ事務所でキモいからね、大人が悪いことしてるのがキモいね、普通に。そうです、ね、うん、汚らしいっすね。こいつの名前は清水かい、クソだね。記者もクソやし、 VTuber もクソやし、うん、まあ、地底もクソやし、俺もクソやし、みんなうんこなんだなって思いました。うんこなりに頑張ってるんで、好評だったらまたなんか別の動画出るんだよね。そうですね、なんか面白い話題とかがあったら、ちょっともうちょっと知りたいとかがあったらまとめてね、最近の炎上をまとめたみたいなのやってもいいかもね、うん、そうです、うん、それね PDR さんやつね、ということでということで、ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ。